やもう本当に優勝しか考えてないですし、それはもうチーム全員が思ってますし、多分サポーターもみんな思ってますし、予選から本当にチーム若い選手からベテラン選手まで本当みんなで戦ってきたと思いますし、決勝トーナメントは厳しい戦いが多かったですけど、そういう中でチーム一丸となって選手一人一人の力でしっかり勝てたっていうのは本当に良かったと思います。まあそんなに個人としてはそこまで気使ったつもりはないですけど、本当に試合に出たら、まあ言葉で言うタイプの選手ではないんで、本当に前の選手ですし、ゴールを決めてチームを引っ張っていければいいかなっていうつもりでやってました。まあハットトリックっていうのはもう本当大負けだと思いますし、けど僕が点取ってチームが決勝に行けたっていうのは本当に大きなことですし、僕自身もこれ以上がないっていうぐらいの出来だったんで、はい、よかったですけど、本当にまあただ決勝に行ったっていうだけなんで、まだ優勝してからが本当に良かったって思える瞬間だと思います。まあ、高校時代は本当にいいイメージのある舞台ですけど、プロに入ってからは2回とも決勝に行って2回とも負けて準優勝っていうのを経験してるんで、まあ、プロでいいイメージがあまりないんで、自分が試合出てしっかりいいイメージっていうのを作りたいなと思います。でも本当に優勝しか考えてないですし、それはもうチーム全員が思ってますし、多分サポーターもみんな思ってますし、それに向けて僕はもう本当に早く11月3日の決勝っていう舞台でサッカーを本当にしたいっていうのが本当に今思っていることなんで、まあチームとしてしっかり優勝してトロフィーをね掲げたいなと思います。5年前であったり2年前の決勝の舞台っていうのを知ってる選手っていうのは今は少ないですけど、サポーターっていうのはやっぱり変わらず応援してくださってる中で、そういう気持ちっていうのは、本当に僕ら以上に強い部分もあると思うんで、そういう人たちのためにもしっかり優勝して、はい、静岡にトロフィーを持って帰りたいなと思います。でも優勝のためだったら何でもしますし、本当その中の一つが、まあ、間違いなくゴールだと思うんで、しっかりゴールを決めてチームを優勝に導きたいなと思います。まあ、本当に悔しい思いをずっとしてきたと思いますし、僕らも本当悔しい思いをしてるんで、次こそはしっかり国立という舞台でアントラーズを倒して、優勝してトロフィーを掲げたいと思うんで、いっぱいのエスパルスサポーターに国立に来てもらって僕たちを後押ししてくれたら嬉しいと思います。頑張ります。